今日のコメント、ハリカップさん、いつも楽しく見てます。これからも動画投稿頑張ってください。ハリカップさんは青春したことありますか？青春って呼べるかわかんないんですけど、やっぱり高校球児の時ですかね。あと3回勝てば甲子園だったんですけど、あの野球やってた日々はやっぱ今でも忘れられないな。どうもハリカップです。皆さん、ポケモンのゲームはやっていますか？今年は11月にダイヤモンドパールのリメイク版ブリリアントダイヤモンドシャイニングパールが発売されますね。僕も発売されたらどっちも買う予定です。というわけで今回はポケモンプレゼンツで新たに判明した最新ゲーム情報について見ていきたいと思います。じゃあ関係ないけど、これポケモンプレゼンツが終わった後にすぐ撮ってるんだけど、今の僕興奮状態がやばいです。というわけでよかったら最後まで聞いててください。まさかの新事実、ポケモンレジェンズアルセウスで新ポケモンが登場する。今回は昨日のポケモンプレゼンツの内容について見ていきたいんですが、最初に内容を大きくまとめるとこんな感じです。1、既存のゲームの最新情報。2、ブリリアントダイヤモンドシャイニングパールの最新映像と紹介。3、ポケモンレジェンズアルセウスの最新映像と紹介という感じでした。では既存のゲームの最新情報についてはちょっと長くなってしまうので、おのおの見ていくとして、やっと公開されたブリリアントダイヤモンドシャイニングパールの最新情報から見ていきたいと思います。まず映像を見て思ったのは、グラフィックが全体的に良くなったなということです。最初に公開された映像よりは人物や周りの草木もくっきりとしてて調整されたのかなという感じでした。これだったらやりたいっていう人も増えそう。あと映像の中で特にいいなと思ったのがバトルシーンです。対戦相手の動きとか技のエフェクトがすごいなと思いました。バトルシーンに関しては全然ポケモン剣盾にも負けてないですよね。いや、むしろ僕はそれ以上だと思いました。他にも大パレおなじみの地下通路やポケモンスーパーコンテストも新しい形で実装されます。さらにさらに前のダイパにはなかった主人公の着せ替えも可能に。このように懐かしいものや新しいものが取り入れられててすごく楽しみなんですけど、やっぱりこのダイパリメイクはメガ進化、もしくは無理やりダイマックス機能を入れたりしないんですかね。前のリメイク版のゲームはメガ進化ができるようになっていたりしたので、僕はメガ進化とか入れてくるのかと思っていたんですけど、情報はなかったですね。でもちょっと僕、最後のディアルガとパルキアのエフェクトがなんか意味深だなと思ってて、もしかしたらグラードンとカイオーガの原始回帰みたいに、そういう新形態のティアルガとパルキアはやっぱり出てくるんじゃないかと思いました。まあ今出さないってことはない可能性もあるんですが、今後の情報も楽しみに待ちたいと思います。そして次はポケモンレジェンズアルセウスの情報ですね。レジェンズアルセウスについてはあまり分かっていなかったんですけど、地方名は新王地方ではなく翡翠地方というようです。で今回ポケモンレジェンズアルセウスの情報では2つ気になったことがあって、1つはポケモンの新しい進化系とリージョンホームの公開です。脅し師の進化した姿の怪し師、バスラオが進化した姿の偉大と、リージョンホームとしてガーリー翡翠の姿、ウォーグル翡翠の姿が公開されていました。なんかこのゲームにもリージョンホームはあると思っていたんですが、新しいポケモンを入れてくると思ってなかったので怪し師とかはびっくりしました。寒さが厳しい地方のため姿が違うようですね。4体だけではなくガーリーやウォーグルは進化系なので、進化系のウィンディとかワッシュボンの翡翠の姿もほぼ確実にあるんだろうなと思います。てか既存のポケモンの進化が出てくるとか本当に予想外ですよね。確かに前のダイパでもエレブーとかブーバーといった既存のポケモンが進化するのが初めて実装されたのが昔のダイパだったので、その兼ね合いもあってこういうサプライズを用意したのかなと思いました。うん、本当にテンション上がる。2つ目は銀河団の立ち位置です。この翡翠地方もすでに銀河団はいて、生態調査を行う調査隊と医療隊、村の警備隊に分かれて活動しており、主人公は調査隊に入ることになります。で前に僕主人公悪役説という動画を上げていたんですけど、これはあながち間違いじゃなかったみたいですね。銀河団に入って主人公が活躍するということで、調査長には島星という赤木の先祖的な人、そして銀河団の団長は電木という七竈門博士によく似た人物が出るので、どう繋がっていくのか楽しみです。またアルセウスについてももちろん気になります。この映像の中で一度もアルセウスは登場していなかったので、ダイパリメイクのディアルガパルキア同様にアルセウスの新たな姿があるのではないかとちょっと思ってしまいました。どうなんでしょうか、続報を待ちたいと思います。とはこんな感じでポケモンプレゼンツで新たに判明した最新ゲーム情報についてでした。ちょっとでもご覧したチャンネル登録、すじこごさんよろしくお願いします。では次の動画でせーのグッディー。